ょうど始まったとこだから。あ、できたんだ映画。そうなんだ。他の部員の人たちは？はい、私。どうしたの？もう始まってるよ。どういうこと、二村くん。殺されるって。もしもし？もしもし？なんか変なのよ。殺されるって言って切れちゃった。心配だから部屋まで覗きに行ってくるわ。やだ！私を置いてかないで、一人ぼっちにしないで。わかった。私だけ行ってくる。何かあったら連絡するから。ありがとう。ごめんね、取り乱して。でも今は怖いの。一人になりたくないの。ああ、赤坂さんね。知らない。見事な推理ね。拍手してあげる。そうよ、すべて私。別荘で植木鉢落としたのも、うちに嫌がらせの落書きしたのも、そして病院であなたを襲ったのも、みんな私がやったの。それじゃさようなら。あなたなんかに私の司法は渡さないわよ。気がつかないの？これはあなたの正体を暴くためのみんなで仕組んだ罠。ただもんじゃないと思ってたけど、ふん、なるほど。危ない！そっちは行き止まりだぞ！オッケー。志保は私のもの。お前に渡すくらいなら。
このまま飛び降りて私と同じようにこの世から消してあげる。だよね、男なんてちょっと甘い言葉出すとこれだよ。志保は渡さない。志保は永遠に私のもの。近寄ってくる男は全て殺す。いつも登場が遅れて悪いね。病院後の待ち合わせもこの腕のおかげで遅刻したら君が血相変えて追っかけてくるんで慌てて逃げちゃったりしたんだけど。志保さんのことは前から知ってたよ。僕も本物の美月さんに志保さんとの仲を邪魔された一人だね。だから死んだはずの姉さんが目の前に出てきた時はびっくりしたよ。それで聞いてみたんだ。お前なんか生きてるはずないだろうって。でもすぐに分かったよ。志保さんが美月さんの名を名乗って生活しているって。しかも僕との思い出もきれいさっぱり忘れている。もしかしたら君にとっては思い出さなくてもいい過去だったかもしれないけどね。でも一応気になって調べたんだ。学校を休んでまでもね。で分かった。志保さんが病院でカウンセリングを受けていたこと、そしてある日からばったり家に帰らなくなっていた。近所の人は入院したと思っていたらしいよ。志保さん、近所の人にはカウンセリングを受けて病院に通ってるなんて言えなかったんだろうね。だから捜索願いも出ていなかった。おっと、ちょっとベラベラと喋りすぎなのよ。せっかくくっついた骨がまた粉々になっちゃった。さて、こちらの方もどこの骨を粉々にしてあげようかな。足、それとも頭。誰も彼も司法司法って、私の立場はどうなるの。で、寄ってくる男って言えばろくでもないやつばっかし。ほな、みんな同じなのよ。さよなら。司法には遠くに行っちゃったって伝えておくわ。それじゃ。何する気。
何考え事してんの。手の方が休んでるよ。ぼーっとしてんの？そっか、みつき姉さんのこと思い出せないけど、なんか未だにこうすごく近くにいるような気がする。ねえねえ、5時からライブが始まるんだって。行こう行こう。一緒にいたかったから。それって迷惑？何食べよっか。お好み焼き、たこ焼き、焼き鳥、それとも焼きそば。